サッカー界でたびたび大きな問題として取り上げられる脅迫事件。皆さんはこれまで起きてきた史上最悪の脅迫事件を知っていますか？ネイマールを怪我させた選手たちのヤバすぎる末路や、現在もバルセロナで活躍しているあの選手による脅迫など、とんでもない事件ばかりなんです。早速怖すぎる脅迫事件を見ていきましょう。ネイマールを怪我させた選手たちの末路。2014年に行われたワールドカップで開催国となったブラジルは、母国での優勝を目指して大きな盛り上がりを見せます。そんなブラジルは1950年にブラジルで行われた第4回ワールドカップにて、ウルグアイにまさかの敗戦を喫した際に、ショックすぎて2人の観客が心臓麻痺を起こしてしまうという重度のメンヘラ事件を起こされているため、母国での優勝は絶対という状況に立たされていました。このような状況でもブラジルは順調にグループリーグを突破し、ベスト16ではチリを PK 戦の末に退けて準々決勝へと進出していきます。そして準々決勝、コロンビアとの試合の中で起きた全ブラジル国民が衝撃を受けたあの事件を皆さんは覚えているでしょうか。後半43分、2対1とブラジルがリードしていた展開で、同点に追いつくために焦っていたのか、コロンビアのフアン・スニガがネイマールからボールを奪おうとした際に、膝がネイマールの腰にクリーンヒット。ネイマールといえば大げさなリアクションで一時期ネタにされていましたが、この膝蹴りはただごとではないと、いち早く駆け寄ったチームメイトのマルセロが大丈夫かと聞いたところ、ネイマールは足の感覚がないと答えます。ネイマールはこのまま試合続行不能となってしまい、担架でピッチを後にすると、搬送先の病院で第三腰椎の骨折が判明。しばらくはまともに歩くことすらもかなわず、車椅子生活を余儀なくされてしまいました。当事者であるスニガは試合後、ネイマールに電話で謝罪し、両者の間でトラブルは起こらなかったと言われています。しかしネイマールが抜けたことも影響し、ブラジルは準決勝でドイツに敗れてしまったため、ファンの怒りの矛先がスニガに向かってしまうことに。ネットでは当時ナポリでプレーしていたスニガのイタリアでの住所が無断で公開され、人種差別発言などの誹謗中傷、殺害予告や暗殺計画まで出る事態となりました。さらに事態はエスカレートし、スニガの幼い娘への乱暴や殺害予告、さらには暗殺計画まで出てしまい、本人だけでなく家族にも被害が出始めていきます。これらを受けてスニガはコロンビアサッカー連盟に被害状況を相談し、外務省に自身と家族の保護を申請し、ボディーガードがつくことに。スニガの父はこの一件についてインタビューで声明を発表し、我々が安全に外を歩けるのはボディーガードがいるからだ、だがそれも一時的なものだろう、すぐにまた穏やかな生活を始められるはずだと思っていると現状を語ります。続けて、ネイマールは息子のことを許した、息子のせいではなかったんだ、彼は全く暴力的ではなかった、彼のことを責める者はサッカーを分かっていないと脅迫してくるファンを痛烈に批判しました。そして大会後にはネイマール本人が当時 SNS 上で流行っていたアイスバケツチャレンジの指名にスニガを選び、両者の間での和解をアピール。そしてワールドカップ後、最初の試合となった親善試合ではスニガがコロンビアのキャプテンとして、ブラジルのキャプテンとなったネイマールと抱擁を交わす場面も見られ、この事件は無事解決へと向かいました。しかしネイマールが関係している脅迫事件はこれだけには収まりません。事件が起きてしまったのは2020年12月13日に行われたリーグワン第14節パリ・サンジェルマン対リヨンの試合。試合は0対1とパリがリードされる展開で進み、後半アディショナルタイムに突入します。なんとか同点に追いつこうと果敢にドリブルを仕掛けたネイマールに対して、リヨンの同胞であるチアゴ・メンデスがスライディングタックル。そのプレーはボールに対する意思の感じられるもので、決して悪質なものではありませんでしたが、やや遅れて滑り込んだことでカニバサミのような形となり、左足を巻き込まれたネイマールは足首を負傷してしまいました。結果的にパリは0対1で敗れましたが、試合後は絶対王者のパリが首位陥落したことよりもあまりの痛みに地面を叩き、号泣して担架で運ばれていったネイマールに話題が集中することになります。そして VAR の末、一発退場となったメンデスに対し SNS を中心に非難が殺到する事態に。それに対しメンデスは自身のインスタグラムでネイマールに対する謝罪動画を公開し、わざとではなかったが彼に申し訳なく思う、深刻な怪我でないことを祈る
と語りました。しかしこの投稿のコメント欄には心ないネイマールのファンからの誹謗中傷が相次ぎ、殺害予告にまで発展してしまいます。この事件に対してリオンのリュディ・ガルシア監督は会見で、彼はボールをアタックし、その時に不運な形でネイマールの足を巻き込んでしまっただけだ。だが恐ろしい数の死の脅迫を受けているんだよ。それは決して存在してはならないものだと、可愛い教え子への誹謗中傷に怒りをあらわにしていました。そしてメンデスの妻であるケリーさんは、私の元に届いた中で最悪だったのは、お前のボーイフレンドのやったことでネイマールに何かがあったらただじゃ置かない。お前たちの人生で償わせる。お前たちとその家族と順番にだっていうやつよと、攻撃的で卑劣な言葉が届いていたことを語りました。このような言葉の暴力は擁護されたネイマールとしても全く良い気持ちにはならないので、ファンは当事者と被害者の両者の気持ちを考え、脅迫事件がなくなっていってほしいですよね。ピケがデ・リフトに対して脅迫。若くからオランダの才能あふれるセンターバックとしてアヤックスで活躍を見せていたデ・リフト、2019年にユベントスへ移籍すると、プレーの進化とともに可愛らしい見た目がまるでイタリアのマフィアのようなイケメンに進化しています。そんなデ・リフトは2019年にバルセロナへの移籍が噂され、デ・リフト自身もカンプの行きを熱望していたと言われていました。しかしバルセロナのセンターバックであるジェラール・ピケから受けたある警告で考えを変えたそうです。2019年のオフ期間、バカンスでカリブ海に訪れていたデ・リフトは、そこで偶然ピケに出会うと、バルセロナではプレータイムを得られないので来るなと脅迫まがいの発言をされたといいます。当時バルセロナを率いていたエルネスト・バルベルデ監督は、左センターバックにラングレ、右センターバックにピケを配置していました。そしてデ・リフトは右センターバックの選手だったという事実からも分かるように、ピケの発言は自身の保身を図るものだったことが分かります。そのためデ・リフトは嫌な先輩がいるバルセロナではなく、ユベントスへの移籍を決めました。この一件についてピケは否定していますが、デ・リフトと代理人のライオラ氏は否定していないらしく、真相は闇の中に葬られてしまいました。バイエルン監督。2021-22 シーズンのチャンピオンズリーグ準決勝で行われたバイエルンミュンヘン対ビジャレアルの一戦、この組み合わせには世界中のサッカーファンがバイエルンの勝利を予想していました。しかし第1戦アウェーで0対1の敗戦を喫したバイエルンは、ホームで迎えた第2戦も1対1の引き分けで終えてしまい、合計スコア1対2でまさかの敗退となってしまいます。この敗戦を受けてバイエルン監督のユリアン・ナーゲルスマン監督が、多くのファンから脅迫の言葉が届いていることを明かしました。ナーゲルスマン監督は、私は常にあらゆる側面から批判を受けることを知っている。それが普通であり、対処することはできると話しながらも、しかしインスタグラムには450人から殺害の脅迫があるため、それほど簡単ではないと、異例の事態が起きていることを語りました。さらに、人々が私を殺したいのならまだ一つの問題に過ぎないが、彼らはサッカーに関心がない私の母まで攻撃する、クレイジーだと、家族にまで被害が及んでいる状況に怒りをあらわにします。そして法的処置を取ることを検討したかという質問に対して、それだけでは終わらないだろう、勝敗に関係なく全ての試合の後に脅迫が来る、負けるたびに明らかに数が増えていると、試合に負けるたびに増える殺害予告に全て対処するのは不可能だと語りました。このように、試合に負けるだけで殺害予告をされるという状況を見ると、監督業は鋼のメンタルを持つ人間でなければ務まらないのかもしれませんね。いかがでしたでしょうか。脅迫行為は立派な犯罪で、2年以下の懲役、または30万円以下の罰金が科せられてしまうので、絶対に行わないようにしましょう。他にも皆さんが知っている怖すぎる脅迫事件があれば、ぜひコメントで教えてください。それではまた次回の動画でお会いしましょう。